では最後に少しだけご挨拶させていただきます。皆さんの、まあ、富山県いろんな ところからですねお勤めに来ていらっしゃる方々多いと思います。自分のところのですね自治体議会どうしてるのかなっていうような関心をですねぜひ持っていただきたいなと思います。ウォーズ市議会ですね今回4月12日に告示で選挙もございますけれども新聞にも出ておりますようにですね候補者がまだ足りないんじゃないかと言われております。まあ私こちらはですね3名減らそうということで提案をしたんですが却下をされてしまいました。いやそれなんで3名減らすかそれちゃんとした根拠があるんですよね。大津市は小学校統合しまして13の小学校を5つに減らしたんですよ。ということは小学校区が減ったわけですね。もちろん公民館活動はそのまま今までの地域でやっていますけれどもこれも徐々にですね将来的にこの小学校区に合わせていくような形になるんじゃないかなと思います。そうするとですね地域のこと一番分かってるのはその地域の公民館長さんや地域振興会の皆さんあるいは区長さんなんですよ。ですからそういう方々に権限をもう与えてあげてですね市議会議員は市全体を見るそういうふうにバージョンアップしていけばいいんです。そしたら市議会議員の数を減らしてもね全く問題ないっていうかむしろ市議会議員の質をバージョンアップして市全体のことを見れるそういう市議会議員にしていけばですよどうですか。よりこの議会としての行政に対するチェックやあるいはまた提案というものが質の高いものになっていくというふうに私越川は考えてそれで定数3削減しましょうよという提案をしたんです。ところが残念ながら、まあ、多数派の人に反対の意見が多かったので、まあ、1名も削減できませんでしたけどもそういうような形ですね今になっていや出る人が1名足りないなんてことでもう1ヶ月もないところにですよ候補者探してるっていう自民党さんいやどうなんかなって思いますよね。なのでこういった皆さんの足元のところからですねしっかりと市民は監視しないといけないんです。議会を実はですので YouTube とかああいったものを使ってですね市議会をオープンにして市民の皆さんがですねいやあいつに任せたからだけじゃやっぱりダメなんです。今日の手はモノポリかと思うんですが一つの勢力だけでみんな固まっちゃうとそりゃ相田光雄さんじゃないけど人間なもの、いろんな思いが湧いてくるんですよ。ですからしっかりと切磋琢磨できる議会あるいはまたこの市民の目が行き届いた議会これを制度的に作っていくしかないんです。議員は聖人君子ではありません。普通の人間なんですよ。たまたま選挙で皆さんに選んでいただいて市議会議員とか県会議員とか国会議員とかやってますけどもやっぱ常日頃からね市民のしっかりとしたこの交流とか通してチェックしていかないとねダメだというふうに思います。まあそういった意味でこの西尾正也さんがねそういう風土を富山県にも作っていこうよということで声を上げていただいたのでぜひぜひね皆さん賛同していただける方はもう本当軽い気持ちでみんなでね新しいサンドースねサンダースサンダースですよあサンドースあ
サンダースさん、私サンダースさんいけると思ってるんですけども、アメリカ大統領選、新しい潮流です。これからの新しい政治家です。年は取ってますけど、年齢は関係ありません。若くても全然長いものにはまかれろっていう人が多いですからね。年齢には改革とは関係ないということも含めてですね、新しい時代を作っていこうじゃありませんか。今日はどうもお騒がせをいたしました。ありがとうございました。